レゾリューションは、イギリス海軍のリベンジ急戦艦の一隻である、パルマーズで1913年11月29日、寄港。1915年1月14日浸水。1916年12月30日収益。1940年5月、ナルビクで、ドイツ空軍の爆撃を受け、250kg 爆弾によって昇破した。 1940年7月3日、メルセルケビール海戦に参加。9月、ダカール攻撃に参加。9月6日に、クーボアー・グロイアルなどと共に、ジブラルタルから出撃し、9月13日に、上陸部隊を乗せた戦団と合流して9月23日に、ダカール沖に到着した。23日、24日と攻撃が行われたが、成果はかんばしくなかった。 そして25日、砲撃場所に向かっていたレゾリューションが、フランス潜水艦ベベジエの雷撃を受けた。魚雷は4本発射され、うち1本が左舷中央部に命中した。光なりにより、左舷のボイラー室が浸水し、レゾリューションは傾斜して手法が使用不能となった。また、別のボイラー室で火災が発生し、注水することで消火された。 これらの結果、レゾリューションの速度は12ノットに低下した。このレゾリューションの損傷により作戦は中止となった。レゾリューションは戦艦バーラムに栄光されて9月29日にフリータウンにたどり着いた。1942年、1943年は東洋艦隊の機関となり、インド洋で活動。1944年練習艦となり、 1948年5月5日、スクラップとして売却された。ありがとうございます。